皆さん、こんにちは。アプタビートミュージックスクールギター科講師の滝沢でございます。今回の動画は、メトロノームと仲良くなっちゃおうぜということで、その2本目の動画でございます。先ほどの1本目の動画のほうで、メトロノームと手拍子と声を使って、まあ、簡単なリズム遊びみたいなのをやってみたんですけれども、この2本目の動画ではもっと違う角度からお話をさせていただこうかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。とりあえず、もうそんなに言うことがなくて、一つだけもうさらっと言ってしまうと、テンポ100で鳴らしますよね。で、これに合わせて、もうひたすら手拍子を続ける。もうこれだけです。で、手拍子を続けるって言ってても、このメトロノームと手拍子をここね、100% 集中するんじゃなくて、手拍子をしながら別のことをしてほしいんですね。で、別のことといっても、別にその走れとか泳げとかそういうわけではなくて、別に考え事とかで大丈夫です。普通にお仕事のことだったりとか、買い物のことだったりとか、もしくはそのテレビを見ながらとかでもいいですし、もうちょっと高度な技術になってくると、友達と会話をしながらとか、あと今僕がやってるみたいに、この独り言をしゃべりながら、手拍子をするとか、そんなんでも大丈夫です。どういうことかっていうと、この手拍子、メトロノームとこのリズムキープをしていること自体を頭の隅に置いてほしいんですよね。で、うまくできるときは、まあ、うまくできると思うんですけれども、なんかこう、少しでもその頭の隅から消えかかると、合ってるのがだん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 こう気づけば合わなくなってきて、あれ?みたいな感じになるんです、なると思うんですけれども、こういうのがないように気をつけるということです。もうこれに関してはテンポを上げなくてもいいです。普通にご友人の方、ご家族の方、はい、話しながらとか、でもいいですし、まあ、ちょっとね、こんなメトロノームと一緒に手拍子をしている人と話したくないよって困れてしまうかと思うんですけど、まあ、その辺は、あ、ごめん、ちょっとこれ気にしないでなんて言いながら、ちょっとやってみていただけると良いかなと思います。で、先ほども言いましたけれども、そのテンポキープをしていることに意識を持っていかれすぎないということですね。頭の隅にちゃんと存在はしているんだけれども、頭の隅に置いておく。そっち側の、なんて言うんだろうな。リズムキープのほうにあんまり意識が持っていかれると、ギターは弾けなくなっちゃうし、ギターのほうに意識を 100% 持っていってしまうと、リズムキープができなくなるし、そんな感じになってしまう方がすごく多いかと思いますので、ちょっとそんな練習をしてみていただけると嬉しいなという感じです。話は本当にもう以上です。テンポ100。あんまり早すぎても遅すぎても難しいと思うので、まあ、このぐらいがちょうどいいかなと。をキープして、なんか別のことを考えたり、見たり、話したりする。そんな練習でございます。結構抽象的な感じですけれども。もう少しこの詳しい話をさせていただきますと、1本目の動画 その言葉遊び的なリズムに関しては、その手と口で違うリズムを鳴らす、違うリズムを刻む、違うリズムを発するということにちょっと慣れていただきたかったんですよね。で、違うリズムを出すことに対しても、なんていうのか、手と言葉が違うリズムを出すにしても、一定じゃないとあんまり意味がないので、手はメトロノームと一緒にこうシンクロさせて、言葉のほうだけ違うリズムを出す。まあ、そんな意図があって練習をしていただきました。で、何度も言いますけれども、2つ目の、2本目の動画の練習に関しては、リズムをキープすることに意識を持ってかれすぎない、そんな意味合いがあって、こんなお話をさせていただいております。わりとこの2つができるだけで、ギターのほうにもですね、結構反映してくるかと思いますので、ぜひとも騙されたと思って練習をしてみてください。たまに恥ずかしいときもあるかもしれませんが、やってみていただけると幸いでございます。それでは、ちょっと短いですけども、以上です。頑張って練習をしてみてください。それでは、さよなら。